ブラジャーがしたいです。嘘です。いや、そういうわけじゃなくてですね、2月12日、今日はブラジャーの日ということですね。103年前、ブラジャーが特許を申請した。しかしブラジャーの起源は103年前ではなく、古代ギリシャに遡る。いや、そんなことじゃない。そんなもんどうでもいい。今日はですね、ブラジャーを買いに行こうと思います。メンズブラです。ブラジャーって言うとなんか聞こえ悪いっていうか、エロいっていう風に聞こえると思うんですけど、そういうのじゃなくてね、最近ですね、つける人が急増してるらしくって、まあ急増してるってもそのほんの一部の人だと思います。ここの人だと思うんですけど、なんでつけるかっていうところですね。僕も一番気になったのはそこです。男性だって女性の気持ちを知りたいとき、気持ちを引き締めたいとき、体は男だけど気持ちは乙女な男子、胸のサポートが欲しい、ブラをすると姿勢が良くなるっていうのもあるらしいですね。今回ですね、ブラジャーの日ということで、僕もですね、女の子の気持ちをですね、味わうべくブラジャーを探しに行きたいと思います。店だったらね、売ってないんじゃないかなって思うんですよね。池袋にはないかもしれないな、もしかしたら。原宿とかにならあるのかもしれない。行きましょう。すいません。はい。ブラジャーが欲しいんですけど、置いてますか？ブラトップが一緒に2階になりますね。メンズブラはないですね。ブラジャーが欲しいんですけど、メンズブラが置いてある店ってありますか？すいません。はい。ブラジャーが欲しいんですけど。女性ものが近い階にご予約。メンズブラ。当店でも取り扱いが。はい、今池袋ね、いろんな店探しに行って、なかなかなかったです。多分そのメンズブラの市場がかなり狭いんですよね。で、ちょっとネットで探してたら、一つだけ、多分池袋ここだけだと思います。5階のウィッシュルームってとこだ。はい、今ね、新宿の高層ビル街に来ました。ここの新宿 JM ってとこかな、テレビで取材されてたらしいです。多分そこが一番濃厚なんじゃないかなと思うんで、今からそこに行きたいと思います。ここだ。ちくしょう、潰れてやがる。やっとだ、やっと来たぞ。もうブラの日が終わってしまう。行きましょう。失礼します。すいません、メンズブラが欲しいんですけど、はい、メンズブラが欲しいんですけど。これがメンズに作られたブラジャーですよね。ちなみにこいつの在庫っていうのはまだ、これはもう終了になってるんで、あと 1,2 個しかないと思います。あ、そうなんですね。わかりました。ついにやったぞ。これが入手困難って言われていたメンズ用ブラジャーか。これがメンズ用ブラジャーじゃん。